鶴見線は、神奈川県横浜市鶴見区の鶴見駅と神奈川県川崎市川崎区の大木町駅を結ぶ、東日本旅客鉄道の鉄道路線である。この他に、以下の視線を持つ、東京地区の電車特定区間の路線の一つであり、鶴見から横浜、川崎市内の景品工業地帯へ向かう短い路線である。冒頭や、口述の路線データに示す三つの路線から、 構成されている。沿線は工場が多く、旅客列車はそれらの工場への通勤客が主に利用する。また、旅客列車のほか貨物列車が日本貨物鉄道によって運転されている。浅野財閥系の鶴見臨港鉄道を前身とする。ラインカラーは黄色で、車体色や旅客案内に使用されている。駅ナンバリングで使われる路線記号味。 全線全駅が旅客営業規則における大都市近郊区間の東京近郊区間及び特定特市内制度の横浜市内の駅にまた IC 乗車カード、スイカの首都圏エリアに含まれている。全線が横浜市社の管轄である鶴見線の線路及び沿線の外境について記す鶴見駅の鶴見線ホームは 地平の京浜東北線が発着する木沢橋ではなく、西口側の高架上にある。鶴見駅を出ると高架上を進む。鶴見大学や、相当胸広本山、総除寺寺入り口付近では、線路中央に、旧本山駅のホーム移行がある。左にカーブ市横須賀線、京浜東北線、東海道線、東海道貨物線と、京急本線をまたぎ、国道十五号をまたいだところで、 国道駅に到着する。同駅の高架下は、戦前の駅開業当時の雰囲気がそのまま残っているため、映画、テレビドラマのロケに数多く使用されている。国道駅を出るとすぐに鶴見川を渡り、右カーブで高架から地上に降りたところで、鶴見尾の駅に至る。同駅近隣には、私立横浜サイエンスフロンティア高校、附属中学がある。鶴見尾の駅を出て、 首都高速神奈川1号横羽線と産業道路の高架下をくぐると住宅街から工場群の中へ移る。左にカーブすると弁天橋駅に至る。港内北側の鶴見をの行き方には鶴見線乗務員が所属し運用車両が常駐する鶴見線営業所が所在する。弁天橋駅南側は朝日ガラス景品工場ジャパンマリンユナイテッド。 横浜事業所鶴見工場などがある。弁天橋駅を出ると、右側に、かつての鶴見川口への支線、朝日ガラスへの入れ替え線の広大な跡地の横を過ぎ、朝野駅に至る。同駅は、本線と海芝浦支線との分岐駅であり、大木町、大川方面の電車は1.2番線の、島式ホームに、海芝浦方面の電車は、朝野駅の手前の弁天橋駅方の渡り線を、 渡って3.4番線の相対式ホームに発着する。JFE エンジニアリング、鶴見事業所の最寄り駅でもある。浅野駅を出て、朝日運河を渡ると、間もなく安前駅に至る。この浅野駅、マイナス安全駅間は JR で、最も駅間の短い区間の一つである。駅構内は、貨物の取り扱いがあるため、入れ替え線が広がっている。 2004年3月までは同駅近くに県立関西高校があったが県立平安高校と統合された。2008年4月には神奈川県立東部総合職業技術校が開校している。安全駅を出ると横浜市鶴見区と川崎市川崎区の境になっている境運河の鉄橋を越えすぐに武蔵白石駅に至る。安全駅武蔵白石駅間も 朝野駅、マイナス安全駅間に次短い区間である。武蔵白石駅は大川支線との分岐駅であるが、1996年に大川支線用ホームが廃止、撤去され、大川駅発着電車は同駅を通過することとなったため、本線と大川支線の事実上の分岐駅は安全駅となっている。武蔵白石駅北側には、富士電機の川崎工場、 駅南側に日本鋳造の本社工場があり、駅前には民家が数軒ある。武蔵白石駅を出て、右手の JFE スチール渡り地区の工場に、沿いながら、右に緩やかにカーブしていくと、上を川崎貨物駅へ向かう貨物線が越して行き、間もなく浜川崎駅に至る。浜川崎駅は南部線浜川崎支線との接続駅であるが、 南部線の駅舎は改札を出て道路を挟んだ反対側にある。当駅は JFE スチール渡り出地区の正門側にあるため、古戦橋の一般出入り口の反対側には JFE スチールの社員専用出入口がある。浜川崎駅を出ると旅客船は単線となり、その左側の貨物船には南部線、東海道貨物線方面からの線路が合流して、 浜川崎貨物駅が広がる。同貨物駅構内が終わると、鶴見線は、見かけ上は、伏線のようになるが、実際は、貨物線と旅客線が単線で並行している、形である。右手の JFE スチールの工場に沿って緩やかに、右カーブを取り、扇橋を渡ると、昭和駅に至る。同駅は、昭和電工川崎事業所の正門脇にあり、ここから駅名が取られた。 昭和駅を出ると緩やかに右カーブを進み、貨物ヤードが広がると、終点の大木町駅に至る。旅客駅の先には、貨物ヤードが広がり、三井不動や昭和電工の工場からの車扱いの貨物列車が仕立てられている。そのほとんどが、東芝京浜事業所敷地内を走る視線である。浅野駅を出て、事業所の私有道路を横断した後、朝日運河沿いを、 しばらくまっすぐ走ると新芝浦駅に至り、伏線区間はここまでとなる。駅正面が東芝京浜事業所の正門である。新芝浦駅を出ると、単線となり朝日運河沿いを南下、京浜運河の手前で大きく、右にカーブし、間もなく終点の海芝浦駅に至る。隣駅の新芝浦駅とともに、東芝の敷地内であるが、海芝浦駅のみは社屋に直接面しているため、 東芝関係者以外は改札を出ることはできない。ホームは京浜運河に面しており、対岸には東京ガス大岐島 LNG 基地、首都高速湾岸線の鶴見翼橋などがある。1995年5月、東芝の計らいにより、線路の延長上に海芝公園が作られ、一般に開放されている。大川駅行きの電車は安全駅を出ると安吉駅と、 武蔵白石駅の間にある渡り線を経て、本線上り線を逆走して、武蔵白石駅直前で、大川支線に入線する。武蔵白石駅ホームの右側を大きく、右にカーブしながら通過し、右手の日本鋳造本社工場を通過し直進。白石運河を越えると、間もなく終点大川駅に至る。駅正面は、三菱加工機の本社、周辺は、 日清製粉るみ工場、昭和電工川崎事業所、大川工業団地などの工場が取り囲み、民家や商店は存在しない。大川支線の分岐点について、編集大川支線は、かつて、武蔵白石駅大川駅間の区間運転であった。武蔵白石駅の大川支線用のホームは旧カーブの線形に沿って設置されていて、20メートル車が入線しようとすると車体が、 ドームに干渉してしまい入線できないので、17メートル、戦前車両の雲波12型が、本線系統からの廃止後も大川市専用に2両、残り、1日交代で1両編成で使用された。首都圏最後の休憩電車となったが、その後車両老朽化の面でも限界が近づいてきていたことから、新しい17メートル級車両を製作し雲波12、 ガタを置き換える案も検討されたものの、結局は、武蔵白石駅の大川支線ホームそのものを撤去して、通過扱いとすることで20メートル車が入線できるようにすることになり、1996年3月に百0 3系に置き換えられた。このことから、以後大川支線の電車は、安全駅から武蔵白石駅に止まらずに、直接大川支線に入線している。しかし、 大川支線の正式な分岐点は、武蔵白石で変更されていない。安全委員から大川までの定期券で、武蔵白石で出場できたり、運賃計算の際、武蔵白石、または浜川崎方面から大川までの総合間の運賃を計算する場合、武蔵白石駅、マイナス安ス駅間の営業期路を含めずに、計算する点などにその名残が見られる。 大川発着の電車が武蔵白石駅を通過する他は全電車が各駅停車でほぼ全電車が鶴見駅を発着する。弁天橋駅等の沿線は明治以降に開発された埋め立て地であり人口は少なく利用者はほとんどが埋め立て地に立地する工場の従業員である。そのため工場通勤客輸送に特化したダイヤが組まれており朝夕に比べて 昼間は利用者も少ない。朝夕は、鶴見駅、浅野駅間で3から10分間隔、浅野駅大木町駅、海芝浦駅間で10の20分間隔での運転となっている。日中はかつては、鶴見駅大木町駅、海芝浦駅間ので、つまり、鶴見駅浜川崎駅間は、日中で、平日20分と休日30分間隔が基本だが、海。 芝浦発着電車が入る関係で、浅野駅浜川崎駅間は40分の1時間間隔が開く時間帯がある。海、芝浦発着電車が入る時間帯でも、浅野駅浜川崎駅間を保管する電車は運行されていない。また、大川支線の大川駅には日中に一本も運行されず、土休日は、朝の2往復と夕方の1往復の3往復のみの、 運行となっている。このため、鶴見線の区間を含むフリー乗車券などには、日中や土休日の列車本数が少ない旨が記載されることがある。2011年3月12日改正ダイヤの平日ダイヤにおける弁天橋16時40分発、武蔵白石行きは運行距離が 1.7km で、これは2011年8月1日現在、JR 旅客6車で、 最も運行区間が短い営業列車でもある。1994年12月3日のダイヤ改正で、JR 東日本の東京圏のほとんどの路線で、土曜、ダイヤが、土曜、休日ダイヤに統合されたが、鶴見線では利用者の大半は工場への通勤客の輸送であるために、2004年3月13日のダイヤ改正まで長らく、土曜、ダイヤが残されていた。 この改正以降は、休日ダイヤと統合され、現在は後日の臨時列車で対応している。海芝浦駅にある東芝景品事業所が土曜、休日が出勤日となる際や平日ピルマに就業する際に、通常の電車本数では不足するため、鶴見駅マイナス海芝浦駅間に臨時に電車を増発することがある。この臨時列車は、時刻表には掲載されておらず、 運行日近くになると各駅の時刻表付近に掲出される。ダイヤ上も臨時列車扱いになっており、103系までは列車番号に輪を掲げて運行されていた。車両の夜間対白は鶴見駅と弁天橋駅で行っている。南部線、指定駅浜川崎駅間専用車両の出入りのため、弁天橋駅指定機間に回送列車が設定されている。沿線が 工場の並ぶ景品工業地帯であるため、化学薬品や石油輸送が盛んである。現在は、大木町駅からの化学薬品輸送、安吉駅からの在日米軍横田基地向け石油、輸送が行われている。また、海芝浦支線は、定期列車が運行されることはないが、新芝浦の東芝向けの特大貨物輸送が、稀に行われる。浜川崎駅に設置された、 出場用簡易追加改札期1971年に大幅な合理化が行われ、鶴見駅以外の各駅の出荷改札業務がすべて無人化された。そのため、鶴見駅には同じ JR 東日本の路線でありながら、また、鶴見線の各駅から乗車券を買わないで乗車した場合は、乗り換え生産所で JR 東日本区間間欠の短距離乗車券を発売する。 このほか、浜川崎駅で南部支線に乗り換える場合は、校舎駅で生産する。しかし、スイカシステムの導入により、各駅には簡易スイカ改札機が設置されたため、当初スイカ用カードで乗車した場合には、鶴見駅の自動改札機のスイカセンサーに触れないようにとの注意書きがあった。その自動改札機は後に修正が加えられ、スイカセンサーに タッチしないと改札口が閉まるようになったが、タッチした場合でも、自動改札機の画面にはその地点での残額が表示されるだけで、入り出場などの情報は書き込まれないため、横浜市手間を鶴見線経由で乗車しても正しく計算、入り出場できるようになっている。一方、浜川崎駅で南部支線と鶴見線をストアードフェア部分を使用して乗り継ぐ場合には、 簡易スイカ改札機にタッチしないようにとの注意書きが掲出されている。また、鶴見線の一部の駅には近距離の自動券売機が設置されている。これらの券売機はオレンジカードに対応しているほか、スイカ及びこれと相互利用可能なカードへのチャージ機能も備わっている。ただし、使える紙幣は1000円紙幣のみ。 発売範囲も東京電車特定区間内の570円区間までとなっている。長距離等で前述の発売範囲を超える場合や高額紙幣しか持ち合わせてない場合や、券売機が故障や点検等で利用できない場合、券売機の設置されていない駅から乗車する場合は、鶴見駅の生産窓口で乗車券を購入するか着駅等での生産になる。現在の使用者用、 編集2 0 5系1 0 0番台すべて電車で運転されている。弁天橋駅構内に車庫の鶴見線営業所がある。かつては弁天橋電車区と称していたが、1988年に車両配置は中原電車区に統合された。本来の海芝浦駅と大川駅の表示はそれぞれ青色と黄色であるが、三色 LED では、 青色や黄色表示ができないため近い色で対応している。また、各方面からの鶴見駅は橙々色に統一されている。2007年から鶴見駅及び国道駅では時刻表の行き先表示の文字の色もこれらに準じている。過去の使用車両、編集ここでは国有会護の車両を挙げる。前身の鶴見臨港鉄道時代からの車両については、 鶴見臨港鉄道の電車を参照。1980年には72系の引退、101系の投入を記念して、鶴見線全線と南部線浜川崎支線が乗降自由となる鶴見線フリー乗車券が発売された。価格は大人200円、小人100円で乗車券は発売日当日のみ有効。鶴見駅、浜川崎駅、川崎新町駅、 知って駅で発売された。全線が電化されているが、非電化の側線で、入れ替え作業を行うために一部区間は、ディーゼル機関車が牽引する。開業当時の国道駅廃止前の本山駅、浅野駅、マイナス安前駅間は、東北本線西日暮里駅日暮里駅間や、仙石線青葉通駅仙台駅間、堺線幕露町駅富士見町駅間とともに、 JR の旅客駅間で最も営業キロの短い駅間の一つであった。2019年度の時点で JR 東日本自社による乗車人員集計の対象となる駅は鶴見駅のみで鶴見駅以外はいずれも完全な無人駅である。鶴見臨港鉄道の開業当時、この路線は埋め立て地上にあり、沿線には地名が存在しなかった。このため、 鶴見林行鉄道に関わった実業家や土地所有者から取られた名前が新たに定められた地名や鶴見線の駅名の多くに採用されている。鶴見小野駅は地元大地主の小野信行、浅野駅は浅野財閥創設者で鶴見林行鉄道の設立者でもある浅野総一郎、安吉駅は安田財閥の安田善次郎、武蔵白石駅は日本交換の白石元次郎、 大川駅は、静止用の大川平三郎から取ったものである。大木町駅も、浅野家の家紋が大木であったことに由来する。その他の駅でも、国道1号が近くを走るから、国道、近隣の池に架けられた橋から、弁天橋、昭和肥料大木町工場の近くにあったことから、昭和、石油生成所の近くにあったことから、石油、芝浦製作所の工場に隣接するから、 新芝浦、海、芝浦、鶴見工業実習学校の近くにあったことから、工業学校前、相当州の大本山である総寺寺の近くにあったことから、本山など、周辺の工場などの施設に由来する命名が多い。内は、起点からの営業期の鶴見川口駅への支線は、浅野駅を出ると、鶴見尾野駅まで本線と並走し、同駅隣でスイッチバックを行い南方へ至る。 線形となっていた。廃止区間にある駅を除く、は、貨物専用駅、は、臨時駅を表す。鶴見駅と国道駅の間にある、東海道本線をまたぐ橋梁より、鶴見駅方に、ホーム跡があり、これが廃止となった、元山駅の跡である。ホーム跡の高架下は、旧鶴見臨行鉄道のバス事業を、源流の一つとする川崎鶴見臨行バスの車庫として、 利用されており、以前は横断距離が長いことで有名だった、掃除寺踏切もあった。ありがとうございます。